おはろくたんです。はい、今回はですね999最強カスタムの方を紹介していこうと思います。先日格動画でも使われたこちらの999なんですが、まあコメント欄だったり、ツイッターなどで、たくさんねカスタムの方を知りたいという、声が多かったので今回動画にいたしました。はい、ということで早速ガンスミスの方行きます。はい、マズルにモノリシックサプレッサー、バレルにRTC リーコンタックロング、アンダーバレルにレンジャーフォアグリップ、弾薬に 10mm30 ラウンドリロード、リアグリップにラバーグリップテープとなっております。はい、こちらのカスタムはですね、モノリシックサプレッサーと RTC リーコンタックロング、マゼルとバレルですね、この2つで、こちらのダメージ射程距離を伸ばしていまして、20メートルまでだったら4発キル、30メートル離れていても SMG なのに5発でキルができるカスタムとなっております。で、こっちの 10mm の30ラウンドリロードでダメージとダメージ射程距離、あ、こっちも射程距離伸びてるね、はい、っていうカスタムです。で、デンジャーフォアグリップとラバーグリップテープで命中率操作性を上げて、リコイル制御しやすい、リコイル制御しやすいカスタム構成となっております。はい、どうでしょうかこちらのカスタム。まあ、この後、まあ、いつもの通りレジェタイランクマンで無双している動画がこの後流れるので、そちらの方でもうこのねカスタムの強さぜひ見てください。はい、ということでそちらの方も最後までご覧ください、どうぞ。はい、ということでね、レジェタイランクマドミネーションファイアリングの方、ファイアリングレンジの方やっていきたいと思います。はい、こちらの999の最強カスタム使ってやっていきます。はい、最初はね、まあ、いつも通り C 旗を乗りつつ A にねグレネードを投げるが、まあ、その時で防がれると。2番前のここの入り口のところにスモークを焚いてあげることで敵ちょっとね出づらいかなと思うので牽制ですね。2番2回の敵をカットしていく。4番脇、あーやられちゃったね。いやー ASM マジで今の環境 ASM 強いよね。まあさすがにあの大会の方では ASM 禁止になりましたね。まあランクマとかでは使う人たくさん増えるとは思うんですけど、もう今は結構ミシック、フェネックだったり、やばくない？ここにマインは。ここにマインはえぐいな。ミシック、フェネックだったり、ASM ゲーって言われてるんですけど、もうこの999のね、このカスタムマジで強いので、ぜひ皆さんに使っていただきたいです。もう溶けが早い、やっぱ。20メートル4発キルってえぐくない ?SMG で。OK、 射撃場でねダメージ計算したところ 20m までだったら4発キルで、胴体打ちで 25ダメージ入るんですよね確か。で 30m まで離れると、胴体打ちで21ダメージで、まあ5発キルですよね。 SMG でそんだけ火力があって、まあこう射程距離伸ばしてるってのもあるんですけど、めちゃくちゃ強いと思います。連通に足音がするな。いるね。OK、後ろ。OK、もう強くない今の。やばくない ?999。相手4番脇だな。そうで、この、よくファイアリングレンジとか、こう、なんだろう、やってて、このリス管理とか、敵が大体どっちに湧いてくるとか、なんだろう、リス管理の仕方っていうか、なんていうんだろう、この敵をリス狩りするやり方とか皆さん分かりますかね。これ今相手4番脇になってるけど、なんで相手が4番脇になるのかとか、まあ、自分もなんだろう、そんなこと細かく分かってるわけではないんですけど、まあ、大体その味方の位置とかで敵が湧いてくるところだったり把握してるんですけど、そういうなんだろうな、ファイアリングレンジ SMG を使ったファイアリングレンジの立ち回りの方法とか皆さん見たいですかね。コメント欄とかで見たいっていう方、ぜひ見たいとコメントしてくれれば、近々動画撮ろうかなと思っておりますので、ぜひコメントにしてください。OK。
え、今当たんない。おお、前半戦割と。あんまりキルできてないね、13キル。かわいい猫。999に猫のチャームをつけてるんですけど。チャームっていうかストラップみたいな。かわいい。あー、やりきれんか今の。アナイアレーター強いね。そこにマイン仕掛ける敵、ほんといやらしいな。4番にリスした時にあそこ踏むように。さっき俺も一回引っかかっちゃったけど。賢いですね。えい、いるね。オッケー。やばい、足音がすごいするの。はい、オッケー。いいフリックエム、いいフリックエムが決まりました。やばい、これはやばい。立て。ナイス味方。正面じゃほんと立て勝てない。あれ、あ、味方が今横からカバー通してくれた。すごい助かった。どうすればいいか分かんなくなるよね、こう盾を背面した時に。やばい、弾がなくなってしまった。 KN のなんだっけこれ、あ、名前が出てこない。あのプラチナの上、ダマスカスか。 KN の、あ、 KN じゃない、アバカンか。 ASM のダマスカス迷彩拾っちゃった。いやー、時計えぐいなー、ほんとに。いやー、ナイス味方。 OK、 アナイアレーター。あー、長屋にいたか。気づけてればやれたな。なんかこう一人でソロランクもとか潜ってる時とかに、あの敵も全員なんかクランの人たち名前統一して、味方も自分以外こうクランの名前を統一してて、なんかぼっち感がすごいって。おお、目の前にいる。ナイス。あー、コンカッション。やっぱり中距離間での時計の速さはえぐいね、 この999のカスタムは。ブーン、ヘッドショット。 OK。 あー、なんかくしゃみ出そう。Yes、 くしゃみ出たので一瞬ミュートにしました。あ、長屋にいるね、もう一枚。追いかけるぞ。2枚いる。もう一枚。やばい。OK。まあ、SMG はね、結構今、フェネックがね、すごい。フェネックゲーみたいな、SMG イコールフェネックゲーみたいなとこあるんですけど、999もね、全然まだまだ強い武器なので、強い武器とか強い銃なので、ぜひ使ってほしいです、皆さんには。いろんな銃をね。はい、ということで今回は999のね、最強カスタムの紹介動画でした。 IMVP、ありがとうございます。ということでね、今回のこちらの動画が参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、動画の高評価してくれたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしております。ということで、バイバーイ。ロクタンタンタンみんなのロクタン、ロクタンタン SMG の名手、ロクタンタンタン。